は成田市のうなりくんと一緒に台湾の大部屋をもてなした千葉くん。今回は何やらチャレンジしたくなったみたい。千葉の秋の風物詩といえばあのイベントよね。行かなきゃ損損。千葉くんを探せシーズン2。おーい千葉くん、どうしたの？千葉くん急に呼び出したりして。千葉くんマラソンに出たいの？絶対無理だよ。ダメだってば。その体じゃ走れないでしょ。その体じゃ走れないでしょ。その体じゃ走れないでしょ。ああ、ちょっと。あ、千葉くん待って。千葉くんどこ行っちゃったんだ。千葉県出身のカンボジア人、ネッコヒーロシ、ソーレネッコヒーロシ、うるせーにゃー。1、2、にゃー、長く、2、にゃー、にゃー。よし、じゃあ千葉くん、屋上を一周するわ、にゃー。はい、ラッセラー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 、ポーズマス、ポーズマス。千葉くん大丈夫かな。あ、ちょっとここだ、もうゴールだから。いけいけ千葉くん、頑張れ千葉くん、頑張れ。辛いのは自分だけじゃないよ、みんな辛いんだよ。千葉くん頑張れ。千葉くん、あ、ちょっと頑張れ。あれ、千葉くん、千葉くん大丈夫か。千葉くん、ゴール少しだから頑張って。千葉くん、千葉くん、千葉魂見せて。千葉くん頑張って。あー、お、あー、じゃあもうだから言ったのに。3、2、1。千葉アクアラインマラソン2018マラソンハーフマラソン、ただいまスタートです。千葉くん、走らないの？千葉くん、そのお腹鍛えましょう。はい、1、2、はい、もっと早く早く、3、はい、もっともっと早く。千葉くん頑張って。はい、お腹止めて。6、いいよいいよ、千葉くんいいよ、頑張ってる頑張ってる。千葉くんがマッチョになっても困るけどね。